はい、どうも、おはようございます。沖縄おばばでございます。まあ、この動画がね、上がる頃はもう、こんにちはなんですけどねおは。おはようではないんですけどね。まあ、まあ、いいでしょうね。はい。まあ、なんだかんだでね,ね、まあ、暑いですね、毎日、沖縄は。はい。<laughs> え、沖縄暑いんですよ、毎日ね。まだ30度です。はい。えー、夜ね、やっと27度ぐらいになってきたかな、っていう感じで。 はい、昼間はね、まだ30度あるんでね、えー、思いっきりまだ夏でございます。はい。えー、ね、いいですね。ね、みけたん。おつっぽが動いてますね。ねえ、みけたん。はい、おてってもかわいいですね。はい、みなさん、はい。ねこのくまちゃん。くまちゃんわかりますくまちゃんいますね。これくまちゃんのお顔と、おててとお足でございますね。 ロイリツネーに見てたんね。はい、皆さんどうも。<laughs> すいません、こんにちは。ええー、まあ、いろいろ、まあ、ニュース入ってきてますね。えー、まあ、なんというか、不法が多いです。はい、まあ、訃報が多いです。まあ、なんて言うのかな。あー、ね西田敏行さん。 ね、76歳、まだお若いですよね。えー、本当に残念だなって思います。いい俳優さんでしたよね。はい。えー、まあ、お歌でもね、もしもピアノが弾けたなら、なんてね、えー、歌ってましたけど、あれ、すごいヒットしましたもんね。私たちの世代の人たちは、一度は歌って、 歌ったこととのある歌だと思いまね、池中玄太さんの新聞記者のね、ドラマでしたよね。まあ、非常にね、えー、なんていうのかな、あまあ、わからないんですけど、えー、非常に真面目な方だったと思うんですよね。演技とか見てると、 真面目な方なんじゃないかなとは思います。はい、えー。この方がね、お亡くなりになってしまったということで、まあ結構、あの、衝撃が走ってるみたいですね。あの、私の方の動画のコメントにもね、昨日のね、動画のコメントにも何件かありました。えー、西田敏之さんがね、まあ、残念なことになってしまったということでね、 ええー、当ね。えね、ー、皆さん、ね、わかります。でも76はちょっと若いですよね。はい、えー。疑ってしまいます。はい。何がか、何を疑うのかって言いませんけど、疑ってしまいますね。こういう場合。はい。疑ってしまいます。まあね、ナンバーですね。ナンバー。はい。えー、そういうことでございます。 ええー、皆さん、本当ね、あのー、まあ、デトックスですね。これ、本当に重要でございます。デトックス。ちょっとね、私事なんですけど、私事で申し訳ないんですけど、これね、まあ、本当ね、まあ、昨日ちょっと知り合いに会ったんですね。まあ、知り合いなんですよ。本当に知り合いなんですよ。お友達というもんじゃなくて、まあ、 ちょっと、ちょっとしたご縁でね、えー、知ってる方なんですけど、その方のおうにね、まあお子さんいらっしゃるんで、えー、前のキーボードですね、軽い鍵盤のキーボード、こちらの方ね、お子供使うんだったらね、えー、どうぞっていうことであげてきたんですね。で、まあ前、1ヶ月ぐらい前にあったかなはい。えー、あったんですよ。はい。 えー、で、今回会ってきたんですけど、まあ、本人に言えないんですよね、これ。この方、まあ、二つは確実なんですよね、二つはね。で、ちょっと気になってることがあって、まあ、言えないんですよ、私。本当にこれ。どうしたらいいもんか、すっごい悩んでます。えー、まあ、会うと話しますよね。話しますよね。 で、まあ、あの、変な話なんですけど、幹おしょうさんっているじゃないですか。幹おしょうさん。あの、階段のお坊さんですよね。階段説法のお坊さん。あの方が、あーいわゆる4する人の匂いが独特だっていう話をされてたんですけど、私、あれわかるんですよ。匂いっていうかね、何て言うんだろうね。 喋ったときに口から、まあ、こう、一種の口臭ですよね。独特のものがあるんですよ。あの、岩石は、岩石さんのね、方の口臭ってで。よく私分かってるんですよ、それ。覚えてるんですよ。まあ、なんて言うのかな。独特の匂いがするんですよ。まあ、 あよく腎臓が悪い人はね、口からアンモニア臭がするんですけど、ああいう感じじゃないんです。独特の匂いがするんです。なんて言ったらいいんでしょうかね。まあ、あの、口内炎とか、口の中のその、なんて言うのかなあ。いわゆる匂いとか、そういうやつじゃないんですね。歯が悪いからとか、まあ、死肉炎の匂いとか、まあ、そういった匂いじゃなくて、独特の吐く息から出てくる匂いってあるんですよ。 これ分かるんですね、私も実を言うと。いや、息の、まあ、その人の、なんていうのか、匂いがするまでは、そこまで行っちゃうとね、もうあれなんですけど、えー、話した時のその、息の匂いで分かるんですよね。えー、何人か、あの、そういった方を見てきてるんで、過去。まあ、あの、親戚とかではありません。うちの親戚に一人も岩石岩尾になった方いないんで、はい。 え全部別の原因で亡くなってますんで。<laughs> なあまあ、笑い事じゃないんですけど、本当にね、匂いがしたんですよ。岩石和夫さんの。なんでね、これすっごい悩んでます、私。うわーって思いましたね。はい。え非常にね、まあ、いい方なんでね。で、まあ、<laughs> 毎日、まあ、ね、乳酸菌取ってねって昔言ったことがあって、食べちゃったっていうことが分かった時にね、お召し上がりになったっていうことが分かった時ね、必ず、まあ乳酸菌は取ってねっていうことを、まあ言ってたんですよ。まあ、例のね、あの、とりあえずあの変な話なんですけど、まあ麺の液面をね、下げないために、液面を下げないためにね、ごめんなさいね、分かりにくく。 ってね、こういう話し方しかできないんですよ。液面を下げないために、まあ、乳酸菌をね、取ってくださいねっていうことを本当に、まあ、数年前に言ったんですよ。今でも、ちゃんと乳酸菌は取っているみたいです。はい。えー、まあね、そういう方なんですけど、 まあ、これどうなんだろうって思いますよね。私の勘違いだったらいいんですけどね。勘違いじゃないような気がするんですよね。はい。えー、独特の匂いがするんですよ。えー、まあ、あの、口内炎のそういったあ、なんていうの、口の、なんていうのかな。ああ、口臭い。いわゆるそれではないんですよね。独特の息の匂いなんですよ。岩石さんのね。えー、 まあ、これ分かるんでね、ちょっと、ちょっとまあ、ためらっています。まあ、職場の方でね、多分検診とかあると思うんで、まあね、<laughs> まあ、そこでね、発見されるかもしれませんし、もしかしたらね、あんまりこう、なんていうのかな、 あ気にしなくてもいいような岩石さんなのかもしれません。いわゆる、まあ、大きくならないタイプの岩石さんってあるんでね。そういうものだったらいいなと思ってます。ちょっと岩石さんの匂いがね、したんで、えー、ちょっとね、うーん、でも、まあ、悩んじゃいました。はい。悩んでました。はい。 え、まあそういうことですね。まあね、えー、まあ西田、西田敏之さんのお話からこんな、ね、ちょっとずれてしまいましたけど。まあ,あ、例れの、あれかなって思うんですよね。はい、番号、番号ね。はい、番号です。まあ、あ我々ね、もう本当に、なんていうのかな。あ、ちょっとね、 警戒心を、今、まあ、あんまりね、ない状態なんで、えー、それでもね、まあ、あの、例の、れれれの例でございますよね。もう、もう、もう言えないんですけどね。れれれの例のね、えー、あの、ぷっぷでございますよね。すいませんね、もう、本当に。こういう言い方しかできないんでね。はい。あれが出てきて、まあ、警戒心がちょっとね、上がったかなとは思うんですけど、 えー、でも本当多くの方は本当ね、何、えー、も気にしないでね、生活してるんで、もう我々本当健康を守るようにね、なるべく余分なものを入れない。はい。えー、まあ必ずね、えー、後ろを見て、食品しょ表示見てね、まあちょっと添加物多いかなとかっていうのはまあ買うのやめとくとかね、えー、あとまあ乳酸菌を取るとか、まあ いつも言ってるようにね、ビタミン C とか D とか。まあ、日に当たればね、ビタミン D はね、作れるんで、まあ、日光浴をする。はい。まあ、沖縄まだ暑いんでね、ちょっと日光浴はきついですね。汗だくになると思います。10分も出てたら。はい。まあ、そういうことなんで、えー、まあ、健康に注意していきましょう。はい。えー、でね、えー、まあ、 まあ大丈夫な方は、いわゆるニコティーンでございますね。ニコティーンね。えー、おタバコでございます。これをね、1日1本でかなり、あの、効果があるんで、えー、まあやった、まあ知った方がいいとは思っております。はい。えー、そういうことですね。あとは、まあ、同じ成分のものとしてね、 ニコのティーンですね。これの同じの成分のものとしてね。ええー、いわゆる、ええー、なんて言う、ね、あの、<laughs> ね、杉菜茶ですね。杉菜。はい。杉菜もね、あの、同じ、あの、ニコチン酸が多量に含まれてるんで、杉菜茶を飲んでもらっても構わないと思っております。 ま、あ本当あのー、いろんな面で気をつけないといけないことが出てきてるように私は感じてます。はい、実を言うとね、その方に会って、前まではそんなにね、ひどくはなかったんですけど、まあ、近くで話したせいか、まあ、息がね、ガーッときたせいかね、昨日歯茎から出血したんですよ。<laughs> 昨日、歯茎から出血してしまいました。これ、消えたなって思いました。はい。はい。シエスタですね、シエスタはい。しえったなって思いましたね。はい。まあ、あちょっとね、緊急に、緊急に2項の点を1本吹かしましたけど。はい。まあ、そんなこんなでね。<laughs> まあ、今日ちょっとね、喉やられてるんですけど、<laughs> 大丈夫かなと思ってます。まあ、まあ、あいっぱいね、えー、デトックスはしたいと思いますけど、えー、そういう状況なんでね、まあ、ね、76歳、西田さんがね、行、えー、ってしまわれるのも、うーん、っていう感じですよね。はい。 でもってもう一人ね。まあこの方はもう本当に老衰だと思うんですけどえ、皆さんも小さい頃読んだことがあると思う絵本の作、絵本作者ですね。グリとグラってありますよね。可 <laughs> 愛い,いですよね。グリとグラね。はい。あ、なんかリスちゃんですよね。<laughs> この作家さんがあー読んされたみたいですね。まあ90過ぎてるんでね。 えー、90近くだったかななんでね、もう、あのー、まあ、寿命だとは思いますけど、この方の場合はね。えー、まあ、どんぐりこで作ったね、ホットケーキを食べたいな、とか思いましたね。はい。まあ、あいろんな方がね、ンされますよ、本当に。ねえ。まあ、どうなっていくんでしょうか。こうやってどんどんね、 まあ、お分かりになると思いますけど、昨日言った通りで、超か、超かでございますね。超かのね、4ですね。えー、ほとんどが、まあ、ご老人なわけですよ。ご老体なわけですよ。超かのようになってしまう人たちがね。で、今年なんか100万い,いくような勢いなんですよ、もう。今の時点で80万とかなんでね。 なんでね、まあ本当、あのー、どこ行ってんでしょうかね、その人たちの年金。<laughs> 本当に、ほとんどが、まあ大体、超過の4される方はほとんどが、あ五郎の陣なんですよ。はい。なんでね、これ、ね、どう考えてもね、えー、まあ年金足りないっていうのは本当におかしいんですね。はい。言ってる意味わかりますよね、だって。 いなくなってるんですからね、年金もらう人がね。えー、なんでね、これほんと、一体どこに流れているんだろうかっていうことで。多分ね、あの、別途使われてるでしょうね、これ。はい、別途使われてますね。そう思います。まあ、そんな中でね、まあ、 なんていうのかなまあ、そんな中で今日もね、朝からこうニュースをつけると、まあ、日本人、野獣かみたいな獣かみたいなね、そういったニュースが多いです。毎日毎日、go to でございますね。go to。はい。go to でございますね。510でございます。はい。510。はい。go のとでございますね。はい。 の、まあ、すごいニュースが、もうほんと毎日、ね、出てきてますね。まあ、手口が同じで、えー、出物、出没するところが大体関東なんですよね。関東お金持ちが多いですからね。はい、沖縄と違って低所得者ばっかりいるような地域じゃないですからね。まあ、これ地域性でしょうね、本当に。<laughs> まあそう思います。関東割とね、えー、所得高い方が多いんでね。なんでこれ確実に地域性だと思います。ねこれでまあ闇バイトとか雇ってね、えー、本当にあの闇バイトに応募する方も一生台無しにしますんでね。えー、まあよーくあの考えるとすぐ分かるんですけど、 まあ、トカゲのしっぽ切りっていうことがね。まあ、未だになくならないっていうことは考えない人が多いんだろうなって思います。はい。未だになくならないということは考える人が本当に少ないんだろうなと思ってます。わかりますよねこういうの。ちょっと考えればわかるんですよ。だいたいね、その闇バイトを募集して、 えー、募集をかけた方の人たちですね。どういう人たちかって考えたら、すぐわかるじゃないですか。そんな給料をきちんと払ってくれる人だと思いますないですね。はい。ちょっと常識的に考えればすぐわかるようなロジックなんですけど、それもわからなくなっちゃってるんでしょうね。日本の若い人たち。はい。ああ、もうほんとね。 えー、原武さんが言ってた通りになってきてますよね。はい、えー、どっかで脳みそがパンクしてね、なも考えられなくなると。ね、私もそうだろうなとは思ってたんですけど。<laughs> はい。そうだろうなとは思ってたんですけど、まあやっぱりなっていう感じは否めませんね。 えー、まあ人類獣化ですよね。えー、まずいですよね、これね。はい。まあ、まあ本当はあの、変な話ですけどね。えー、デトックスなんて大半の人がね、してませんから。まあヘビースモーカーの人はね、自然ともしかしたらデトックスできてるかもしれませんけど、いないじゃないですか、今日本にヘビースモーカーの人なんてね。あんまりいませんよね。 見ますまあ、たまにね、ど、なんていうのかな、あのー、現場のね、現場のおじさんたちがタバコプカプカ吸ってるのは見ますけど、今のね、あんまり、ま、あ地域にもよるんでしょうけど、ま、あ関東なんてね、ほぼほぼいなくなりましたからね、そういう人ね。若い子で吸ってる人なんてほとんど皆無なんじゃないかなと思います。私たちの頃はね、まあ、あ なんていうのかなヤンキーがそこら辺にうようよしていた世代なんで、まあね、わかりますよね、言いたいことね。まあそういうことでございます。これも地域差あるでしょうね。沖縄は割とタバコを吸う人が多いですね。ええー。まあね、本当考えないと、本当考えないといけませんね、これも。 はい。まあ、きつくなってますよ、本当に。はい、きつくなってます。はい。でもって、まあ、若い人はね、脳みそがフリーズしないように。はい。フリーズじゃなくてフリーズですからね。はい。えー、フリーズしないようにね、えー、まあ、頭を鍛えていくしかないと思うんですよね。そういうことでございます。まあ、あ本当。 もうちょっと今日、今日、今日、まあ、できたら本当あの、配信します。ちょっとこのことにも関係あるんですよ。はい。このことにも関係あります。えー、なんでね、今日メンバーさんの配信もしたいと思ってるんで、えー、よろしくお願いしますね。それからですね、なんか新聞広告出してるみたいですね。例のチョコレート屋さんが、はい。 チョコレート屋さんが新聞広告出してるんですよ。はい。我が社のチョコレートがね、まずいなんてね、そんなのデマだって。はい、お察しくださいね。 我が社のチョコレートがね、美味しくないなんていう噂音が今たくさん流れてるけど、デマだよー、みたいな。えー、まあでも、あなたのうち、ねえ、会社の人でしょあの本出したの。ねえ。 あなたの会社の人でしょあなたのところのチョコレートにね、何が入ってるか、こと細かに書いてありますよね、あれねえ。グラフとか、まあ、統計とかも使ってね。<laughs> まあ、本当読まない、読んでない方は、まあね、えー、読んでみてください。本当にいい本です、あれ。はい。えー、チョコレートを売りたくないというね。はい。まあ、お察しくださいね、ここら辺ね。はい。 え、社員の人がね、なんて言っても書いてるんですから、これ以上説得力のある根拠ってないんじゃないかなと思います。はい。え、内部の人が書いてるんでね、すっごい説得力ありますよ、あれは。はい、まあそういうことですね。まあチョコレートが美味しくない、売れない。たぶん本当売れなくて困ってるんでしょうね。ぶっちゃけ言っちゃうと。 はい。まあ、チョコレートが売れなくて困ってるんでしょうね、本当に。まあ、でもね、それ、そういう、あの、売れない商品を、いくらね、あの、変な話なんですけど、えー、国、まあ、お国様がね、売れない商品をね、いくら補助あげるからって言って、バンバン作った方も悪いんですよ。わ <laughs> かりますよね。 売れない商品を、いくら補助金が出るからと言って、ガンガン作っちゃう方も悪いんです。ちゃんと売れるか売れないかね。あのー、市場を見極めて、もしかしたら売れると見込んでたのかもしれませんけど、はい。 売れるか売れないかはね、市場調査してね、マーケティングっていうかね、まあ、市場を調査してね、どのくらい需要があるかとかね、今、人々はそれを必要としているのかどうか、まあ、ここら辺で引っかかるでしょうね。必要としてないんでね。はい。えー、そういうものを調べてから作った方がいいですよね。これは、やはり企業としての戦略ミスだと思います。はい。 まあ、金に目がくる、くらんだんでしょうね。政府の補助金やらないやらね。で、我々ね、えー、日本の国民を馬鹿にしてるんでしょうね。えー、まあ、なんていうの、そんなね、えー、そういったね、えー、情報ね、日本には流れてないから大丈夫とか言ってね。はい。で、ろくでもないチョコレートを作ってるということなんでしょうね。 ええー、なんというか、本当にね、呆れて物が言えません。で、でのまーとか言ってるんですよ。でのまーとかね。はい、我が社のチョコレートは最高だーって言ってるんですよね。ええー、なんていうのかな。ああ。ダメですね、こういう企業。<laughs> ダメですね。本当にダメだと思います。はい。 ええ、ね。わかりますよね。だって内部告発の本が出ちゃってるんですから。出ちゃってるんですから。もうそれが出た時点で、何事かをね、もう、何事かっていう感じじゃないですか、もうね。ね。それをね、全部ね、まあ、ね、そういうふうにひっくるめて言うっていうのは、まあ、すごいなと思いますよ。 はい。まあでも皆さんも分かってきているとは思うんですよね。だって、ね、なんかね、添加物がいっぱいでね、食べるたんびにね、体調を壊してたらね、そりゃもうこれいらないよね、ってなるよね。はい。えー、そういった、まあ、ことも計算外だったんでしょうかね。本当にお金に目がくらんでるなと思います。えー、ブランデンさんのことね、昨日ちょっと配信したんですけど、 これ言うのはあれなんですけど、神様がね、神様がこういう人たちをね、一掃したいって思う気持ちわからないでもないです。わからないでもないです。一掃したいだろうなって思います。はい。そういうことですね。まあ、大時計がないとね、多分、あのー、 地球が持たないですね。はい。人類も多分ね、あの、三つですね。三つのかーいしますね。はい。えー、わかりますよね。言いたいことね。まあ、そういうことなんで、まあ、あるんでしょうね。本当に。もう、宇宙にはね、石が働いてるんでね。えー、そう思います。なんか、まとめがなんか、やっぱスピ系に入ってしまいましたけど。もうね。 あの人間としてねそんな闇バイトとかこういったねまあ会社とかね人としてそれどうなのっていうことが多すぎますよねはい多すぎるんですよやっぱりねなんていうのかなこの地球がね地球が 地球にね、必要とされる人間になりましょうね。はい。わかりますよね。まあ、人間なんでね。動物ではないんでね。ええ、まあ、ほんとそう思います。で、気をつけましょう。気をつけましょう。皆さん、本当に。まあね、西田敏之さんじゃないんですけど、76ですよ。まだ若いですよ。 まだ若いんですよ、76って。ねそういうことなんでね、皆さん本当に本気、気合い入れてね、気合い入れてデトックスしましょうね。本当、あのー、そう思いました。まあ、いろいろね、経験から学びます、私も。はい。えー、そういうことなんで、ね、よろしくお願いいたします。 今日もお昼はリンゴを食べようと思います。はい。リンゴはいいですよ。リンゴペクチンがね、え重金属やら悪いものをね、体外にね、えー、排出してくれるんでね、あのー、変な話ですけどお、まあ、例のね、頬のシャーのね、物質もね、リンゴペクチン排出してくれるんですよ。これね、チェル、チェルさんですね、チェルの のね、チェルの、あの、VV の人ですね。V リーちゃんですね。そこの子供たちがリンゴペクチンを、まあ、予防でね、えー、まあ、いろいろと食べていたという話を聞いてます。結構ね、効果があったみたいです。なんてね、皆さん、リンゴ。リンゴでございます。はい。まあ、ペクチン買ってきてね、飲むっていう手もありますけどね。<laughs> はい。えー、でもまあ、実物食べた方がいいと思いますよ。 はい、えー。他にもね、いろんな栄養素がリンゴには詰まってるんでね。はい。えー、頑張りましょう。えー、ちなみに、今、うちにあるのは、赤月とシナのドルチェでございます。はい。赤月というリンゴと、あとシナのドルチェでございます。はい、えー。今日のお昼に丸ごと1個いただこうと思ってます。もちろん皮は剥きますけどね。 はいまあそういうことでございます皆さん頑張りましょう本当ねあのデトックスーむですえー、みんなでね力を合わせて、えー、生き残ってまいりましょうねはいそんなこんなでそれでは皆さんまたまたはいここまで聞いていただいてありがとうございました沖縄おばばでしたじゃはねえー あらー、可愛い,いですね。